皆さんどうもこんにちは。プリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回は今が始め時な本当に面白いおすすめスマホゲーム10選を紹介していきたいと思います。今回紹介するスマホゲームはダウンロードからプレイまで全て無料になりますので、ぜひ動画の説明欄からダウンロードして遊んでみてください。それでは早速動画の方見ていきましょう。まず最初に紹介するのはスイカゲームになります。本作はフルーツを合体させてスイカを作るパズルゲームです。画面上に落ちるフルーツをタップして、同じ種類のフルーツが2つ重なると次の段階のフルーツに変わります。例えばイチゴが2つ重なるとオレンジになり、オレンジが2つ重なるとメロンになります。最終的にはスイカになることを目指します。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねシンプルで中毒性の高いゲーム性を楽しめます。こちらスイカゲームは操作はタップするだけで誰でも簡単に遊べるんですけども、フルーツを合体させる時の爽快感やスイカに近づく時のワクワク感が病みつきになります。さらにフルーツの種類や配置によってゲームの難易度や戦略が変わります。自分の記録を更新したり他の人のプレイ動画を見たりしてスキルを磨きましょう。続いてですね、カラフルで可愛いグラフィックを楽しめます。本作はフルーツはイチゴやオレンジ、メロンやスイカなど色鮮やかでリアルなデザインです。フルーツが合体する時にはキラキラしたエフェクトが出たり、背景や音楽も夏らしくて爽やかな雰囲気を味わえます。それ以外にもですね、無限に遊べるバリエーションを楽しめます。こちらスイカゲームは毎回違うフルーツの組み合わせが出てきます。そのため同じゲームを何度も遊んでも飽きることがありません。次に紹介するのは太鼓の達人リズムコネクトになります。本作は音楽とリズムに合わせて太鼓を叩くリズムゲームです。太鼓の達人シリーズの最新作で800曲以上の楽曲が無料でプレイできます。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、豊富な楽曲を楽しめます。こちら太鼓の達人リズムコネクトはアニメやボーカロイド、J-POP や洋楽、ゲームやオリジナルなど様々なジャンルの曲が用意されています。好きな曲を検索したり、レコメンドされた曲を試したりすることができます。毎月新しい曲が追加されるので飽きることがありません。続いてですね、簡単操作でゲームを楽しめます。本作は画面上の太鼓をタッチするだけで音符を叩けます。難易度は簡単、普通、難しい、鬼の4段階で初心者から上級者まで自分に合ったレベルで挑戦できます。アイテムを使えば演奏を補助したり長押しで連打することができます。それ以外にもですね、交流を楽しめます。こちら太鼓の達人リズムコネクトはランキングやコメントで他のプレイヤーと競ったり話したりできます。パスポートという有料サービスに加入すると先行配信楽曲のプレイや広告の非表示などの特典が受けられます。またですね、友達や家族と一緒にプレイすることもできます。次に紹介するのはカリツの伝説になります。本作はファンタジーの世界を舞台にしたスマートフォン向けのアクション RPG ゲームです。プレイヤーは勇者カリツとなり冒険の旅に出ます。美しいグラフィック、戦略的なバトル、多彩なキャラクターがゲームの特徴です。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、美麗なグラフィックを楽しめます。こちらカリツの伝説はゲーム内のグラフィックが美しく幻想的なファンタジー世界を堪能できます。キャラクターや背景が魅力的に描かれゲームプレイを一層楽しましてくれます。続いてですね、戦略的なバトルを楽しめます。本作はバトルは戦略的な要素が充実しており、プレイヤーはキャラクターのスキルや装備、連携を駆使して戦います。さらにバトルの緊張感と奥深さも魅力です。それ以外にもですね、多彩なキャラクターとストーリーを楽しめます。こちらカリツの伝説はゲーム内には様々なキャラクターが登場し、それぞれの個性的なストーリーが楽しめます。プレイヤーは仲間たちと共に冒険し、彼らとの絆を深めます。次に紹介するのはモンスターハンターナウになります。本作はカプコンとナイアンティックがタッグを組んで開発した位置情報ゲームとアクションゲームのハイブリッドゲームです。プレイヤーは現実世界の地図を利用して自分の周囲に出現するモンスターとのバトルを展開し、獲得した素材で装備をパワーアップさせていきます。特に AR 技術を駆使してモンスターとの戦いをダイレクトに体感するのが魅力となっています。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、現実の位置情報とゲームの融合を楽しめます。こちらモンスターハンターナウではプレイヤーの位置情報に基づいて森や砂漠、湿地などモンハンシリーズのフィールドが現実に再現されます。歩きながら新しいモンスターや資材を見つけ出し、日常の中でのハンティングを楽しむことができます。続いてですね、アクションゲームとしての深みを楽しめます。本作において片手剣、体剣、太刀、ハンマー、ライトボウガン、弓など6種類の武器からお気に入りを選び、モンスターへの対策を練りながら戦うことができます。操作は直感的ですが、多彩なアクションやスペシャルスキルがプレイヤーの技量を試します。ます。AR 技術を活用することで、もっとリアルな戦闘体験が楽しめます。それ以外にもですね、ストーリーやキャラクターの深さを楽しめます。こちら、モンスターハンターナウでは、プレイヤー自身のアバターを作成し、ゲーム内の様々なキャラクターやストーリーを体験することができます。また、他のプレイヤーと協力して、共同での狩猟も可能です。次に紹介するのはドット勇者になります。本作はクリックして進むだけの簡単操作で楽しめるレトロなドット絵スタイルのアクションゲームです。プレイヤーは勇者となりダンジョンやフィールドを探索しながらモンスターと戦いアイテムを集めて強化します。シンプルながら中毒性の高いゲームプレイが魅力です。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、シンプルなゲームプレイを楽しめます。こちらドット勇者は非常にシンプルなゲームプレイで画面をタップするだけで勇者が進み敵と戦います。初心者にも優しい操作方法ですぐに楽しめれる点が魅力です。続いてですね、レトロなドット絵を楽しめます。本作はレトロなドット絵スタイルで描かれており、懐かしいゲーム感覚を楽しむことができます。さらに簡素ながら魅力的なキャラクターやモンスターがプレイヤーを引き込みます。それ以外にもですね、アイテム収集と強化を楽しめます。こちらドット勇者はプレイヤーはアイテムを収集し勇者を強化することがゲーム要素の一つです。新しい武器や防具を見つけキャラクターをカスタマイズしながら冒険を進めましょう。ドット勇者はシンプルながらも非常に中毒性の高いゲームプレイとレトロな雰囲気が魅力のゲームです。手軽にプレイできるので待ち時間やちょっとした空き時間に遊んでみてください。次に紹介するのはバイオハザードビレッジになります。こちらバイオハザードビレッジは人気のサバイバルホラーゲームシリーズバイオハザードの最新作ゲームで、シリーズの一編をスマートフォンで楽しむことができるゲームです。プレイヤーはイーサン・ウィンターズというキャラクターとなり、恐怖に満ちた村での生存をかけた戦いに挑みます。ゲームは第一人称視点で進行し、恐怖と緊張感が満載です。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作は恐怖と緊張感を楽しめます。こちらバイオハザードビレッジはゲーム内では恐怖の村で様々な怪物や敵と対峙します。臨場感あるグラフィックと音響効果がプレイヤーを緊張させ恐怖感を高めます。奇襲や追跡、謎解きが恐ろしさを引き立てます。続いてですね、魅力的なキャラクターとストーリーを楽しめます。本作はイーサン・ウィンターズをはじめ個性的なキャラクターたちとの出会いや関係がストーリーを豊かにします。物語は謎めいておりプレイヤーは真相を解き明かすために奮闘します。それ以外にもですね、サバイバル要素と戦闘を楽しめます。こちらバイオハザードビレッジはプレイヤーは資源を集めたり武器の製作などのサバイバル要素を楽しめます。恐怖の村での生存に必要なアイテムを見つけながら戦闘では臨機応変な戦術が求められます。次に紹介するのはポケモンスリープになります。本作は睡眠をコンセプトにした睡眠管理とポケモンゲームを混ぜた新感覚なゲームで、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、睡眠管理を楽しめます。こちらポケモンスリープはね、アプリを起動したままのスマホを枕元やベッドに伏せておくだけで、振動から身動きや寝返り、音でいびき、歯ぎしりなどを取得して眠りの深さやステージを計測分析しながらポケモンを集めることができます。続いてですね、本格的な睡眠測定を楽しめます。本作は睡眠時間の長さの指標となる睡眠スコアと、睡眠中の体の動きの変化によって決まるうとうと、すやすや、ぐっすりの3つの睡眠タイプによって日々の睡眠の質を把握することができます。さらにね、1週間ごとに規則正しい睡眠が取れているか詳しく振り返ることができます。曜日ごとの就寝時刻などを振り返ることで新しい睡眠の気づきがあるかもしれません。それ以外にもですね、音による快適な睡眠のサポートを楽しめます。こちらポケモンスリープはね、ポケットモンスターゆかりの音楽が流れる睡眠導入 BGM だったり、眠りが浅かった時に起こしてくれるスマートアラームで快適な睡眠をサポートしてくれます。またね、睡眠中の様々な音が自動で録音されるので、いびきだったり寝言や睡眠測定中に発生した車の音や風の音など録音再生することができます。次に紹介するのはリバース199になります。こちらリバース199はタイムトラベルとミステリーが噛み合うスリリングなノベルゲームです。プレイヤーは1999年にタイムスリップし過去の謎を解明するために奮闘します。選択肢によってストーリーが変化し真相を解き明かすノベル体験が楽しめます。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、緊張感あるストーリーを楽しめます。こちらリバース199はゲーム内ではプレイヤーが選択する選択肢によってストーリーーリーが大きく変わります。謎解きや推理、タイムトラベルの要素が織り交ぜられ、プレイヤーは緊張感あるストーリーを体験できます。続いてですね、キャラクターと人間ドラマを楽しめます。本作はゲーム内には魅力的なキャラクターが登場し、それぞれの人間ドラマが描かれています。彼らとの関係や選択によってストーリーが展開し、感情移入できる要素が豊富です。それ以外にもですね、ミステリアスな雰囲気を楽しめます。こちら、リバース199はゲーム内の雰囲気はミステリアスで、謎解きと事件の真相を探るサスペンス要素が引き立ちます。プレイヤーは謎を解くために証拠を集めたり、証言を聞き出したりする過程が本当に楽しいです。次に紹介するのはパワフルプロ野球栄冠9になります。本作はですね、パワフルプロ野球シリーズに収録されている高校野球部の監督となり、全国制覇を目指す栄光9モードがモチーフになった野球ゲームになります。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、無料でパワープロを楽しめます。一般的に遊ばれているパワープロは家庭用ゲーム機とゲームソフトが必要なんですけども、こちらパワフルプロ野球栄冠9はね、スマホ一つあれば無料でゲームを遊べます。続いてですね、本格的な野球シミュレーションゲームを楽しめます。本作はね、家庭用ゲーム実況パワフルプロ野球シリーズのモードでおなじみの野球シミュレーションモード栄冠9がスマホアプリ版でがっつり遊べます。それ以外にもですね、高校野球部の監督を楽しめます。一般的に遊ばれているパワプロはね、選手を操作して遊ぶんですけども、こちらパワフルプロ野球栄冠9はね、監督として選手にサインを出してゲームが進行していくので、難しいゲーム操作が不要となります。最後に紹介するのはアリーナブレイクアウトになります。本作は一人称視点で遊べる没入感マックス次世代タクティカル FPS ゲームになります。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、スマホで本格的な略奪型 FPS シューティングゲームを楽しめます。こちらアリーナブレイクアウトはね、国内で大人気のモバイルシューティングゲーム PUBG モバイルや Call of Duty モバイルを作った会社テンセントゲームスの新作ゲームになるので、これまでに培われてきた FPS や TPS モバイルシューティングゲームの魅力と新たなシューティングゲームの魅力が融合された新しい FPS シューティングゲームを遊べます。続いてですね、パソコンゲーム級の超高画質なグラフィックスと高音質なサウンドを楽しめます。前作の PUBG モバイルや Call of Duty モバイルでも国内のスマホゲーム市場平均の中では上位のグラフィックスとサウンドになるんですけども、本作は前作を超える画質とサウンドでゲームを遊べます。もちろんね、スマホのスペックによって限界がありますので、そこだけご了承ください。それ以外にもですね、700種類以上の銃やライフルを楽しめます。こちらアリーナブレイクアウトはね、登場する銃やライフルが700種類以上あるんですけども、プレイヤー自身が自由にアタッチメントを組み合わせることができるので、同じ武器でも各プレイヤーによって大きく性能が変わります。はい、ということで今回なんですけども、今が始め時な本当に面白いおすすめスマホゲーム10選を紹介しました。少しでもね、参考になりましたら動画の高評価、もしくはね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんの動画のコメントや高評価、チャンネル登録が次の動画を上げる本当に励みになってますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。またですね、今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのね、おすすめスマホゲームをぜひね、コメント欄で情報共有の方よろしくお願いします。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介してます。またですね、 YouTube をチャンネル登録してもらうと YouTube のコミュニティ欄を見ることができます。動画よりも早く速報で新作スマホゲーム情報やスマホゲームの事前登録情報を定期的に YouTube のコミュニティ欄で紹介しますので、もしよかったらね、是非この機会に YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にですね、公式 LINE もやっています。 YouTube では紹介しきれないたくさんの無料スマホゲーム情報を公式 LINE で紹介してますので、もしよかったらね、動画の説明欄からぜひ公式 LINE の友達追加もよろしくお願いします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。